なんでライン返してくれないの？彼氏に無視される、遊ばれる女子の共通点とは？好きな人を虜にする3つの恋愛裏テクニックを知りたい人は他にいませんか？4. 恋人が欲しいという焦りから恋していることがあるから、恋に恋してただけだって後から気づいたりする20代女性というように、焦燥から始まった恋愛は、夏の終わりとともに勘違いだったと判明する場合があるようです。女友達に彼氏ができた時などは、特に焦りを感じやすいので、少し気持ちを引き締めた方がいいでしょう。ごっぱきは、夏ほどイベントがなく、テンションが下がるから、花火大会とかお祭りとか、夏は、会話がなくても、デートそのものが楽しい20代女性というように、イベント満載の夏は、デートの充実度のせいで、男性との相性を見誤ってしまう恐れがあります。カフェでお茶をしたり、食事をしたりするだけのデートも重ねて、初期に内面を見極めましょう。6. ナンパなど、その場のノリで始まるものが多いから、勢い任せだったな、と反省したことがあります。自称、20代女性というように、夏は、アクシデント的な出会いのチャンスも多いため、お互いよく考えずに恋愛がスタートしてしまうこともあるようです。ナンパが、すべてダメとは言いませんが、安直な選択ではないか自問した方がいいでしょう。